2021年春、私は念願の警察官になり、渋谷署に配属された。でもその3日後、スクランブル交差点でモンスターに襲われて重傷、死にかけた。これはその時に見た風景だ。この杖を掴んだらどうなるのだろう。死ぬのだろうか。元の人生に戻れるのだろうか。私はまだ何者でもなかったから、生き延びる方にかけた。目覚めた時、私は魔法使いになっていた。臨死体験の後に魔力を得た者はレプリカと呼ばれる。模造品、複製と見下されることもあるけど、私は気にしない。使える魔法は本物だから。俺は14の冬に生死の境をさまよい、そして魔法を手に入れた。ここ渋谷区の夜間人口は約22万人。そのうち魔法使いは何人だろう。1000人、200人、かなり少ないはずだ。組織に属さない俺たち野良魔法使いは、ある意味狩りの獲物。人混みに紛れ、息を潜めてひっそり生きている。身を滅ぼしかねない自己顕示欲に、手を焼きながら。5月10日金曜のやれを行う。まずは担当地区から。米倉班、センター街警ら、金見班、駅周辺街警ら、野々山班、宮下パーク警ら、美濃部班、スクランブル交差点警ら、白崎班、道玄坂工事警ら。白崎班長は殉職されました。では西島、お前が班長代行だ。はっ。目は松岡、今日は西島班に入れ。目は松岡、了解。次、栗山班、スペイン坂ケール、綿貫班、渋地下ケール。誰が死のうと、私たちの夜はこうして始まる。今日は連休明け、最初の週末だ。街はアンワイズドム。湿気、紳士淑女で溢れるだろうが、怪我はさせるなよ。連中、かすり傷一つで、モンスタークレーマーに変身だ。スリルが欲しくて渋谷に来るくせにな。では出撃。西島。はい。班長が殺されたばかりで動揺もあるだろう。チュートリアルで行動の基本を確認したらどうだ。ああ、いいかも。意外と落ち着くよ。西島。
手加減しませんよ。はっ。手加減しませんよ。ああ、なあ、手加減しませんよ。なあ。手加減しませんよ。ああ。はい。ああ。ああ。うっと。手加減しませんよ。行くぞ。行くぞ。行くぞ。Oh!
手加減しませんよ。まあまあかな。なあ。マジックエンフォースメントアドミニステーション、通称メアは反社会的組織魔法使いギルドに対抗するために設立された。私たちは魔法機動隊に所属する、いわば政府公認の魔法使い。違法魔法行為の摘発と当事者の逮捕、 M つまりモンスターなど危険事案の排除に日々励んでいる。鵜飼さん、メア、松岡さん、道玄坂工事へ、ゴーです。ハハハハ。
よっ。西島ちゃんさ、白崎班長マジで死んじゃったの？ええ、今朝です。ダメージはなさそうだったのにな。やっぱり気力の限界かな、この頃。やる気のなさで死ぬなら鵜飼さんリストのトップですよ。マジか。鵜飼、西島。はい、何でしょう。白崎さんに何があったんだ？ M にやられたんです。魔法で弾き飛ばされて車両に激突、頭部を強打したように見えました。でも自分の足で。あっけないもんだな。本当に。
ああ、西島ちゃん、あれ、あの黒いものはマリスと呼ばれている。人の悪意が具現化した物質らしい。さあ掃除しましょう。攻撃開始。敵の沈黙を確認。西島ちゃん、ほら、あそ、ギルドの魔法使いかもな。追い込んでか。魔法行為を厳認していませんから、現状での追跡は。相変わらず硬いね、西島は。反面教師が多すぎるんですよ。へえ、言うようになったな。
違法魔法事案通報アプリ。魔法行為の摘発はアプリからの通報が頼りだ。多くの国民は魔女狩りアプリと呼んでいる。リアル魔女から言わせてもらえば、その故障はありえないハラスメント。ルブルム中毒者が違法魔法行為、多分ラムドだな。この先です。急ぎますよ。一型ダムに違法薬物ルブルブの乗用車、すでに体の一部に重過症状が出ている。この段階になると魔法を一般ピーポーに挑発されて魔法っちまったか。はい、野じ馬は離れて。怪我しても知らないよ。お前らも晒すぞ。メアの西島です。魔法使用の通報がありました。あなたで間違いありませんか？ください。え？ルブルムください。なるほど。しかしそれはできません。我々にご同行ください。治療施設を紹介します。施設で殺すでしょう。殺すでしょう。無責任な噂です。施設では大勢のスタッフがあなたの社会復帰を応援します。ルブンください。話は本部で聞く。さあ行くぞ。いやだ。指示に従ってください。逮捕はしたくありません。いやだ。制圧する。はっ
まあまあかな。まあこのレベルだと施設でもどうにもならないだろうね。諸悪の根源はこの魔法薬ルブルム、通称ルブ。ギルドが製造し反社会勢力が拡散する魔法薬だ。一時的な高揚感、多幸感が得られるが、高い依存性と深刻な副作用がある。忌まわしきルブル、その撲滅のために私は戦う。